B.J. ホイットマーはアメリカ合衆国出身のプロレスラー。本名はベンジャミン・ホイットマー。ケンタッキー州オーエンズボロ出身。身長183センチメートル、体重98キログラム。2000年1月23日デビュー。アメリカでは WLW やローなどで活動し、日本ではプロレスリングノアで活動。2000年1月23日。 ファのオハイオ大会にて、プロデビュー。後に、ハーリーレースが主催する、レスリングアカデミーでトレーニングを積み、WLW を、主戦場とする。2001年6月に、WLW の提携先である、プロレスリングの愛初来日。初代、GHC ジュニアヘビー級王者決定トーナメントに、エントリーする。シード枠であったが、菊池武史に敗れた。これ以降、 不定期にノアへ参戦を継続する。2003年からはローへ移籍。ハードコアスタイルを駆使してトップ選手の一人に上り詰める。ロータッグ王座は4度獲得している。ローはノアと提携していることから2005年に久々にノアへ参戦する。以前はノアではジュニアヘビー級戦線で活躍したが今度はヘビー級戦線へ転向し、 同年8月から9月にかけてのツアー参戦では、モハメドヨネ、塩崎剛、ムシキングテリー、ケンタ、森島志らとシングルマッチで対戦。熱戦を展開し、観客から好評を得た。以降、再びノアへ不定期参戦することとなる。2007年2月23日、ローデートン大会では、当時のロー世界王者であった森島岳へ挑戦、敗北した。 同年7月、ロージャパンツアーに参画。ジミー・レーブ、ナイジェル・マッキネスとそれぞれシングル対決し、敗北。2008年5月のノア参戦時には、5月18日、東京都高楽園、ホール大会で、ロー世界選手権者、ナイジェル・マッキネス対、BJ ・ホイット・マー対、ケンタの3ウェイタイトルマッチが行われた。ホイット・マーが、マッキネスのジョブレーカー・ラリアットに沈み、 王者が防衛した。同月28日にはセム工業にも登場した。2019年よりオールエリートレスリングにプロデューサー及び、コーチとして所属している。ありがとうございます。